はい、皆さんこんにちは。本日未明にホームポッドのソフトウェア 16.3 のアップデートがリリースされています。今日はこのアップデートの新機能とかですね、あとはダウンロードインストール時間などを実機でチェックしていきたいと思います。はい、ということで、まあ本日未明に出たようですけども、このね、ホームアプリのホーム設定のところから見るとソフトウェアアップデート確かにね、登場していますよね。でところがね、これダウンロードねスタートしちゃったんで9時29分ぐらいからスタートですね。内容はちょっとね後で説明しますけども、でダウンロードはねうちの、まあ、通信環境だと5、6分で終わったようなね感じでしたかね。9時35分に終わっております。でお目当てのホームポットのとこ直しますとね、ポップアップが出ますんでアクセサリーの詳細を見ます。でそのね下の方ですね、こちら見ますとこのようにねアップデートボタン現れていますけど、私の場合自動アップデートオフにしてたんで、まあこれね押さないとアップデートのインストールにはならないみたいですね。ただねビフォーアフターが見たいので、ステレオペアを解除してから行いました。なんでねこれ2台ねホームポッドミニがあるんですけど、これね2つにね分けちゃったんですよね。まあこの作業はまあ皆さんやる必要はないんでね、ステレオペア両方一気にやっていただいて構わないと思います。で1つをねアップデートをしてみましょう。で同じくねさっきの下の方ですけどね、でどのぐらい時間がかかるのかアップデートボタンを押してストップウォッチの方をね回し始めました。でホームポッド側はこのようにインジケーターがぐるぐるね光が回ってるような表示になっていて、で4分弱かかってもまあ終わんないんですね。これどうしても無線ですから時間がかかるんでしょう。で結局ですね、5分過ぎのところでインストールの方がね終わっていたようですね。でこちら見てみると確かにバージョンは 16.3 の方になっています。でもう一つの方はね 16.2 のままという感じなんでね比較ができそうですね。はい、それではね新機能の方チェックしていきましょう。でこれデモンストレーションではねこれ Hey を連発してるんで、お持ちの機器はですね Hey の聞き取りをオフにしてから見てください。これいつもねクレームみたいなねコメントが来るんでね一応言っておきます。でまあ、Apple が公式に出している内容としては、一つはですね、温度センサーと湿度センサーが、このホームポッドミニでもね、有効になったということですよね。まあ、ただ、初代のホームポッドの方は記載がないですから、そもそもセンサーが入ってないんじゃないかと思います。そして、リマスターされた環境音が臨場感向上ということで、まあ、シーンとかオートメーション、アラームへの追加が可能ですと。そして、ホームポッドの探すで Siri に頼んで、あなたと位置情報を共有している人の情報を確認することが可能とかですね。また繰り返しのオートメーションを音声で設定できる。あとは変化が見てもわからないアクセサリーや別の部屋にあるアクセサリーへのリクエストを完了したことのわかるビープ音だったそうですね。であとはホームポッドの大きい方2つでポッドキャストなんかの音声コンテンツが聞きやすくなったとかですね。あとは初代のホームポッドで音量コントロールの小さい音量が細かい調整が可能になったって、これね本当ダメでしたからね、これはいいですけど、私はもうね手元にないんですね。初代のホームポッドはあまりに使わないんで手放してしまいました。でまあこれ文字だとねどんなことなのかわかんないので、実際にホームポッドミニを使って可能な新機能をチェックしました。まずはね温度湿度センサーですね。これまず聞けるのかというところで、これねアップデート前の状態。 Hey Siri、 オフィスの温度を教えて。すみません、それはできませんと、まあ拒否されるんですけども、でここでねこのアップデートしてない白いやつはね電源抜いちゃって、このアップデート後の黒いやつだけでねやったんですね。で様子を見てください。 Hey Siri、 オフィスの温度を教えて。まだ設定中です、少し時間を置いてやり直してください。まあそんなんでね残念ながらまだねお預けということで、ここにね表示出るのを見てもですね調整中っていうのが出てて、作動はしてるんだけどまだちょっとね温度の確定に至ってないみたいなんですね。まあ、なんでねこれはちょっとね一定時間待つ必要があるみたいですね。でその前にねオートメーションの方ですけども、こちら左側 16.2 で右側 16.3 なんですけどね、でこのねオートメーションのね作成のところで、この真ん中にセンサーっていうのが、ね、あるんですけど、このねセンサーのところを押すと違いが出ていますね。このようにね右側 16.3 については温度センサー湿度センサーっていうのがオートメーションで組み込めるようになってるんですよね。
だからまあこれ温度でもね湿度でもこのホームポットミニかホームポット第2世代で拾った数値を使って何かスマートアクセサリーを動かすことができるってことで、まあこれね温度なのか湿度なのかをまあ選んでですね、でこれ次へを押すと、そうするとこれ上昇したとかですね低下したでこの区切りの温度をね設定して何かね操作が可能になってくるということで、でそこには人の要素っていうのも加えることができるみたいですね。誰かが家にいる時限定とかですね、いない時とかね、まあいろいろありますけども、時間の方もですね、まあこのどの時間でもとかですね、昼間夜間とか指定した時間なんていうのが選べて、でそれでね、まあ温度、まあ何度以上になったらとかね、何度以下になったらっていうので、このねスマートアクセサリーに、まあ、紐付けをすることができるんですよね。だからまあちょっとねうちの場合にはねちょっと温度に関係するアクセサリーってもうほとんどないんでね、まあ、ここで設定はできないですけども、将来的にですね、例えばまあねリモコン関係とかですね、あとはもうね家電に、まあ、エアコンに組み込みの、まあ、マターの規格なんかが、ね、出てきた時にはまあ活躍しそうな感じはしますよね。まあただね、これらは活躍させるのにはちょっと時間かかるかもしれませんよね。以前ね、スマートリモコンなんていうのも使ったんですけど、まあやっぱね、古いタイプのエアコンを使ってやろうとすると、まあ正直使いやすさがあんまりないんでね。まあエアコンなんかに組み込まれていけばかなり便利になりますよね。でね、こちら1時間ちょっと経ったところでチェックするとね、温度ね、表示されるようになってましたね。これ温度17度、湿度が 33% ってなってますけどね。うん、やっとね、待って表示ができたんで、なんでね、これ Siri にね、聞けるかどうか試してみたんですね。Hey Siri、オフィスの温度。少しお時間をください。なんかちょっとね反応がいまいちね良くないんで待たされました。インターネットの接続に問題が起きています。詳しくはホームアップで確認してください。どうも聞き方が悪かったみたいですね。 Hey Siri、 オフィスの温度教えて。オフィスの温度は 16.8 度です。 Hey Siri、 オフィスの湿度教えて。湿度は 33% で正常です。これはなんかね地味に便利かもわかんないですね。声で聞けば部屋の温度がわかるって感じですよね。でお次はですね、変化がわからないものの操作とか別の部屋の操作に完了音っていうのが追加されたそうです。でこちらですね、例えば、寝室の電球を操作します。 Hey Siri、 寝室電球オン。はい、寝室電球をオンにしました。でこれはねオンにしたって報告するだけなんですよね。でこれアフター。 Hey Siri、 寝室の電球をオフ。はい、寝室電球をオフにしました。でこれはねピロっていう音がね追加されるようになったんで、まあ、確かに動作したという証のようですね。であとはリマスターされた環境音ってことで、まあ、これがまあオートメーションとかに追加できるようなんで試してみました。で例えばねオートメーションを新しく作って、まあ、時間でねやってみましょうかね。で次にやって、でそこから先ですね、こちらホームポットのところを選びます。で次へを押しますと、でそうするとねここのオーディオのとこですよね、オーディオ再生で、でこのオーディオ選択ってまあ真ん中に出てきますけど、これを押すとね、ここから環境音っていうのはね、選べるんですね。で、ここにはね、いろんな、こう、なんていうの、落ち着く音みたいなやつがね、入っていまして。で、まあ、これがね、このように、まあ、暖炉とかね、森とか夜とかね、オーシャンとか、まあ、そのあたりの、まあ、環境音、落ち着くような音がね、入ってるわけですけど、これはね、今は iPhone の方のスピーカーから出てるんで、まあ、ちょっとリマスターのね、臨場感っていうのはちょっとわかんないところありますけどね。まあ、こんないろんな種類の音が入ってるわけですね。でじゃあそれをね実際にオートメーション化して試してみましょう。これ例えば2分後ぐらいに今ね設定しましたけども、でそれで、メディアのとこですね、オーディオの方は、さっきのですね環境を何か設定します。オーシャンになってるんで、まあ、これでいいでしょうね。でこれでオートメーションね完了しました。でこれがね10時22分設定になってましたから、ここで今ね変わるとパッとね立ち上がりまして、これね音が鳴り始めるんですね。
まあ、確かにね、音は前よりもね、ちょっと臨場感がアップしたような感じはね、しましたけどね。はい、そして繰り返しのオートメーションを音声で設定できるようになりました。Hey Siri、オートメーション設定。すみません、そのお手伝いはできません。これはちょっとね、頼み方が悪かったみたいですね。なんでちょっとね、別の言い方をしてみました。Hey Siri、繰り返しのオートメーション設定。すみません、そのお手伝いはできません。これでもね、ダメなんで、もっとね、具体的に言った方がいいみたいです。Hey Siri、10時半に寝室照明オン。はい、寝室電球を 10% に設定しました。これもね、ちょっとね、言い方がダメだったみたいですね。 Hey Siri、 寝室電球を毎日8時にオン。寝室電球が今日の夕方以降の20時にオンになるように設定しました。8時が20時になってしまいました。 Hey Siri、 寝室電球を毎日10時にオン。寝室電球が今夜以降の22時にオンになるように設定しました。10時が22時になっちゃったみたいなんで、なんか直近になっちゃうのかな。 Hey Siri、 寝室電球を毎日午前8時にオフ。寝室電球が明日の午前以降の8時にオフになるように設定しました。まあそんなんでね、音声で頼みましたけど、このようにね、オートメーションのところにね、確かに入ってますね。最後の8時のやつと、でこの下はこれ環境音の再生のやつか、でその下照明は20時22時、まあ、この2つはちょっとね、午前午後指定をしなかったんで間違ったんで削除してしまいましたけどね、まあ、こんな感じで音声で頼めるようになってます。あとはですね、家族、友人などの位置情報のことを聞くことができるみたいですね。例えばね、これ左側は別のアカウントのね、iPhone で、これ右側が自分のやつなんですけどね、この左側の林りんごさんの iPhone の位置情報っていうのが、これ右側のね、私の iPhone に共有されてるんですよね。で、まあ、りんごさんの住所とか出てますけど、まあ、こういうね、共有をした情報が、このホームポットミニに聞けるということでね、Hey Siri、 林りんごの場所。林りんごはこの辺りにいるようです。なんで近くにいるとね、こういったぼやけた表現をするみたいですけどね。まあ、特にね、これ家で家事をやってる時に子供の位置を知りたい時なんかね、まあ、ハンズフリーでできるということでしょうかね。はい、ということで、まあ、ホームポットもですね、かなり力を入れていくようなね、空気を出してきているアップルですけどね。まあ、なんかね、地味に使える機能なんかがあって、まあ、温度センサーとかね、湿度なんかについては、まあ、今後のね、スマート家電の発展次第ではね、もうどんどんね、活躍していくんじゃないかということで、まあ、共通規格のマターなんかがですね、エアコンなんかにももう内蔵され始めると非常に便利なのかなと思うんでね、まあ、そのあたりにちょっとね、期待していきたいってところで、まあ、ちょっとね、時間かかりそうなんでね、まあ、スマートリモコンなんかを、まあ、ここ直近は使っていくしかないのかもわかんないですね。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。